クリストファー・ヒル、クリストファー・ロバート・ヒル、クリストファー・ロバート・ヒル、1952年隊は、アメリカ合衆国の外交官である。東、アジア、太平洋担当国務次官補、北朝鮮核問題をめぐる六社会合のアメリカ席、代表や中イラク大使を歴任した。2010年9月1日から、デンバー大学、ジョセフ・コーベル国際研究大学院の校長を務めている。 父親が外交官であったため、幼少期から家族と共に世界中を転々とした。ハイチにおいてアメリカの外交官が追放された後、一家でロードアイランド州リトルコンプトンに移り住む。ここでプロビデンスの1970年に卒業し、1974年にはボーリン大学で経済学士号を取得した。大学卒業後、 アメリカ政府によって運用されているボランティアプログラムに参加することを決断した。当時を振り返り昼は、どこにでもいる学生のように、私は卒業後何をすればよいのか全くわからなかったので、父の人生よりは少し冒険的なことができるだろうと、平和部隊に参加することにしたのですと語っている。平和部隊としてはカメルーンに配属され、 1974年から1976年までボランティア活動をした。この時の活動についてヒルは外交について学ぶ最初のきっかけであったと評価している。活動先は信用共同組合であった。ここでヒルは取締役の一人が組合員の預金の60%を着服していることを発見し、これを背任行為として告発した。しかしヒルは 不正を犯した取締役がすぐに再選出されたことを知る。取締役会は部族間の利益を注意深く反映することが最も大切であって経営の良し悪しは問題にされなかったのだ。この出来事を通じて何かが起こるのには必ず理由があるのであってその理由を見つけることに最善を尽くすことは当然だ。しかし理由が分かったところで結果を変えられるとは限らない。 という教訓を得たという。その後1994年にで修士号取得。母語である英語に加え、ポーランド語、セルビアクロアチア語、マケドニア語、アルバニア語を話す。アメリカ合衆国国務省には1977年に入省した。その後1983年から1985年の間、経済担当官として在代官民国。 アメリカ合衆国大使館に配属された。2004年になって、同大使館に大使として着任した際には、ここには80年代に3年ほど滞在したが、過去の経験に頼りすぎてはいけないと思う。当然、当時の経験に基づいて行動することもあるわけだが、同時に最新の出来事について、周りの人が言うことをかなり注意深く聞かないといけないと思うと述べた。その後、 1996年から1999年まで、中マケドニア大使、1998年から1999年まで、コソボ特使、2000年から2004年まで、中ポーランド大使、2004年から2005年まで、中大官民国大使、その後東、アジア、太平洋担当国務次官補を務めた。アメリカ政治学会に、フェローとして在籍中には、 会議員の事務所にも在籍した。2006年11月、ブッシュ大統領により、キャリアミニスターに任命された。この階級は、アメリカの職業外交官の中では、キャリアアンバサダーに次いで2番目に高い。ボスニア和平交渉団の一員として、バルカン半島での紛争問題に取り組んだ。この時、同じく交渉団の一員で、 ヨーロッパカナダ担当の国務次官補であったリチャード・ホルブルックの元働き、1995年にデートン和平交渉には彼の代理として出席した。ホルブルックはデートン和平交渉に関する著書の中でヒルを論理の組み立てに優れ、恐れを知らない天才で、かつ、非常な冷静さと非常な情熱を合わせ持つと評価している。ホルブルックはまた、 この冷静さと情熱の組み合わせがもともと素晴らしい昼の交渉スキルをさらに向上させていると分析した。昼本人は交渉が成功裏に終わったのはボスニア人、セルビア人、クロアチア人は皆交渉をまとめる意向であったためであると述べている。コッソボ特使時代には外交上の失敗を犯した。ヒルはセルビア人が コソボ統治を放棄する準備ができていなかったため、ナトー軍による爆撃をせざるを得なかったと述べている。この出来事についてヒルは、これは人生にも通じることだが、あらゆる手段が尽きたかどうかを知るためには本当に、あらゆることを試してみなければいけないと述べた。2005年2月14日、ヒルは北朝鮮の核開発問題をめぐる六社会合における、 アメリカ代表派遣団の団長に選出された。対北朝鮮外交恩憲派であり、批判者からは、キム・ジョン・ヒルと呼ばれている。2007年6月21日、アメリカの高級官僚としては5年ぶりに北朝鮮を訪問し、2日間にわたって滞在した。平壌到着時には、北朝鮮の核問題交渉担当者である李軍から、空港で温かくモテ死を受けた。 この時昼は6社会合を進めていくことが我々の目標だと述べ、続けて今春に失われた時間を取り戻すためにも良い議論ができることを望んでいる。と述べた。この北朝鮮訪問は成功裏に終わった。今回の訪問前に一行は東京と韓国を訪問しており、その後小さなジェット機で平壌に向かった。国務長官であったコンドリーザライスが、 この訪問について同盟国である日本と韓国に伝えたのは昼が東京を経つ直前であった。2007年7月14日、北朝鮮は4病核施設を停止したことと国際査察団を受け入れることを通告した。これに対し昼は原子炉の停止は初めの一歩に過ぎないと表明した。査察団が立ち入りを許されているのは 4秒核施設に過ぎないため北朝鮮の通告を実際に確認するのは難しいとされた。2007年9月3日、ニューヨークタイムズは昼が、ジュネーブにて北朝鮮側の担当借金警官と2日間にわたり、1対1の交渉を行ったと報じた。これによると、北朝鮮は主要な核燃料生産装置を停止し、2007年末までには、 各開発プログラムの全体を国際社会に対し明らかにすることに合意したとされる。また、原子炉そのものについても2007年夏には停止することにも合意した。ヒルはこの会談について我々が合意したことの一つは北朝鮮が各開発プログラムのすべてを明らかにし2007年末までにはそれらを停止することだと記者らにコメントした。2007年12月20日 コリアタイムスは国務省東アジア太平洋担当局においてヒルのアドバイザーであったキャサリーン・スティーブンズが次期中大韓民国大使に内定したと報道した。スティーブンズの韓国に対する理解と経験を買ったヒルがこの役職に推薦したと言われている。スティーブンズは北朝鮮の核開発をめぐる協議の際にヒルのアドバイザーを務めたほか、 朝鮮半島の平和条約をめぐる案件も手掛けていたと報道されている。2008年1月8日、ニューヨークタイムズが北朝鮮が各兵器開発プログラムの概要を明らかにする期限を逃したと報じたことについてヒルは辛抱強く立ち向かっていくべきだと述べた。ヒルはまた北朝鮮は不完全で誤りのある報告を今することはできるだろうが、 我々は期限を過ぎたとしても完全な報告をさせるべきだとじたとコメントした。2008年2月7日、上院外交委員会において北朝鮮との交渉は難しく重要な局面であると証言した。アメリカ政府は核開発に関する計画が明らかにされるまでは北朝鮮をテロ支援国への指定から解除することを拒否した。この際昼は、 完全で正しいというのは、文字通り完全で正しいという意味だ。すべての核兵器、計画、物質、施設、そして各拡散活動の全容が含まれなければならない。と述べた。2008年3月2日、北京でインタビューに答え、北朝鮮が完全に各開発計画を中止するならば、ブッシュ政権が終わる前にアメリカと北朝鮮の 外交関係を樹立することが可能になると述べた。ヒルは核開発を放棄しない限り外交関係を結ぶことはできないと北朝鮮には伝えてある。放棄が実現すれば互いの大使館を設置するかどうかとかこれからのことを語ることが可能になる。しかし核のある北朝鮮と外交関係を結ぶことはあり得ないと加えた。2008年4月11日 ワシントン・ポストは北朝鮮の核開発に関する暫定的な合意がまとまり、制裁の解除が決まったと報じた。この合意内容には北朝鮮が主な核施設の稼働を停止し、プルトニウムの保有量を完全に公開することなどが含まれている。交渉団長を務めたヒルは、プルトニウムに焦点を当てたのは核爆弾に直結するウラン濃縮に関する疑惑を解くためである。 プルトニウム自体に関して疑いはなく動かぬ証拠を握っている。と述べた。ヒルはアメリカ国内ではあまり知名度は高くないが中国においては北朝鮮の核開発問題に関する6社会合の特使として有名になった。その理由の一つには北朝鮮の近景観があまりメディアの前に姿を表さなかったのに対しヒルは毎日 朝晩の記者会見を行ったことと、その気さくな振る舞いが挙げられる。六者会合に関しては、米中及びその他の地域に対して実りある成果を得るための門句を開いたと評価した。また、我々は外交の場で肩と肩を並べて話し合った。中国とこのような交渉をする機会は過去になかった。いずれ十三億人と共存していく方法を考えなくてはならないが、 今回の六者会合は良い先例になったのではないかと述べた。ソウル滞在中の2004年には大ファンであるボストンレッドソックスがアメリカンリーグのチャンピオンシップで宿敵ニューヨークヤンキースを破って優勝したことから人生の中でも幸せな瞬間を過ごしたと言われる。大使としてソウルに着任した際に韓国政府の外交担当者と会談した時も2003年当時 レッドソックスの抑えピッチャーだった、金日野江健のことを話題にたという、日本でもメディアから好印象を持たれた。西武ライオンズに所属していた、松坂大輔がレッドソックスと契約を結んだ時、東京での会談の際に、ライオンズの野球棒をかぶって現れ、2006年5月、ニュージーランドで1985年に制定された、非核化政策について、過去の異物と述べ、アメリカ側は、 ニュージーランドとより踏み込んだ防衛同盟関係を築きたいという考えをした。また、ニュージーランドのアフガニスタンとイラクにおける復興支援について称賛した。比較化政策により、ニュージーランドが核燃料を搭載したアメリカの戦闘艦の機構を拒否していることについては、我々は核問題に関して互いの考えを変えようとするよりは、互いに納得できることに集中するべきではないかと述べ、 再度寄港を要求することはしない考えを示した。2009年3月11日、バラク・オバマ米大統領により、中イラク大使へ任命される。サム・ブラウンバック、ジョン・マケインやら共和党所属議員からの反対に合うも、4月20日に賛成73票、反対23票で派遣が決定した。コソボ危機での和平交渉にの成果から、ロバート・シー・フレジャー賞を受賞した。 この賞は、ボスニアで命を落とした、アメリカの外交官であるロバート・シー・フレジャーの名に、ちなんでる。マケドニア政府からは中マケドニア大使時代、マケドニアと米国の関係を深めた功績から、名誉市民の称号を授与された。2008年2月には、パシフィック・センチュリー・インスティテューションが、ビルディング・ブリッジ賞を授与した。 この章はアメリカ地域とアジア地域の人々の関係を促進し、同インスティテューションが目標とするより良い未来への架け橋となった人を検証するために設けられている。3人の子供を持つ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。